にちは。さゆたかさん、はい、まあ、DeNA、はい、まあ、今オフもう補強に力入れるっていうふうにもう宣言しています。その通り、あのバウアー投手をもう一度ラブコール送ったりとか、まあ、まあ、はい、で、あとは他の各対談した選手であったりとか FA するかもしれない選手たちも獲得に乗り出すと言っている中、もうオースティン選手とはさらに契約、はい、はい、終わりました。で、もう一人、はい、フォード選手、はい、まだ、フォード選手の動きが何も出てきていない中帰国しました、はい、で、これは横浜ベイスターズ自体は何もフォード選手に対して関しては特にまだ未定なので、これからまた契約を更新するのかどうするのかっていうのが分からない状態なんですけども、そんな中、その海外のライターの方が、はい、このフォード選手に NPB の複数球団が興味を示しているというふうに報じました、うん、どうやら4チームぐらいなんかこう興味を示している球団があるよというふうに海外の方から逆に入ってきた形になっていて、もう今ファンの間では、あ、うちじゃないか、いや、うちだと思う、いや、こっちじゃないみたいなことで今 X は大変盛り上がっているので、それはファンがでしょ。あ、そうですそれ球団が盛り上がってるわけじゃない、ファンが、いや、それはね、はい、フォードは言っとくよ、はい、打つよ、打ちますか、間違いなく打つと。お、やっぱあの懐の深さとか、うん、あのタイミングの取り方で打てないバッターいないと思う。やっぱり柔らかいもバッティングもね、はい、うん、だから本当に1シーズン出たら、うん、結構な数字は残してくれると思う。そうですよね、うん、今シーズンはベイスターズでオースティン選手の控えと、まあ、そのことでしたね。なんていうの、保険で取ってたよね、はい、オースティンが仮にダメだったらフォードで行こうっていう風な、やっぱ用意周到だよな、危機管理がある。確かにありました、ね、でもオースティンがその危機管理にやばいと思って、やばいと思って首位打者まで取っちゃったという、ね、ですよね。でもあれはフォードの力があると思うよ、裏に控えてたという。で、オースティンもおそらくフォードのことを怖がってたと思うよ、うんうん、認めてたから多分打ったんだと思うよ。そうですね、うん、だからファームでも特大のホームランを打つしさ、はい、彼はやっぱこう場を与えたら必ず打つ。ポストシーズンでもそうでしたからね。だから右左関係なく日本シリーズでも、はい、クライマックスシリーズでも代打に送ったからね、はい、DeNA は、まあ、そのぐらいやっぱこう器用さもあるし、うん、右左苦にしないし、うん、だから本当にあの取ったら得するよ、他球団。そうですよね、うん、ただそう、ベイスターズが未定と言っているということは、いや、未定っていうのは、うん、打つのを分かってんだよ DeNA も、はい、だからこのまま話していいのかリリースしていいのか、うん、っていうのを迷ってると思うよ。でもこれリリースしないでまた契約するとなるとファームですよね。まあ確かに本人がそれで納得するのかっていうこともありますよね、きっと。まあ、スタメンで俺だって出たいっていう、まあ、まあそうだけどさ、うん、いい選手がいるわけよ DeNA は、まあ、だからまず最初に松尾キャッチャーの、はい、あのバッティングを生かすのにコンバートした方がいいのか、うん、山本雄大多分キャッチャーとしては抜けないと思うんだよ松尾選手は、はい、キャッチャーという意味ではね、うん、でもバッティングは抜けるから、うん、どっかのポジションとか渡来を育てなきゃいけない。はい、オースティンが仮にダメだったら佐野をファーストに入れて渡来入れるとか、はい、それ考えるとフォードを一塁に使ってる余裕っていうのがどうなんだろうと思うよね。ちょっと厳しいですね、やっぱドラフトでね、大金を払って契約金でもね、うん、取った選手っていうのはある程度形にしたいじゃない、うん、育てない。そうなってくるとフォードをファーストで使うっていうのがどうなんだろうと思うよね、オースティンがちょっとこけた時に。じゃあ仮に代打っていうことになってもそれ外国人枠とかで入れられる入れられないっていうのもあるんですか、代打は。まあそうだな、だからまあその中継ぎのピッチャーとかのね、うん、いろんな兼ね合いがあるよね、うん、だからウィックが怪我してて登録外れてたのかな、はい、だからフォードが代打として入れてたけども、うんうん、はい、そういうこともあるとリリースっていうのも考えてるけど、他球団から人気が出るんだったらフォードに話をするよね、ファームでもいいかって。で、彼がファームじゃ嫌だって言うんだったらもうリリースするしかないしね。やっぱフォード選手は一軍で活躍してるんですよね。いや、そりゃそうだよ。そうですよね、うん、それは脚光も浴びたいだろうし、うん、まあ、そうなってくるとやっぱ他球団に行く可能性が強いよね、うんうん、そうですよね。まあ西武とかもううってつけだしな。そうなの、やっぱ西武上がってますね、うん、声が。西武はうってつけだし、うん、楽天もうってつけ、はい、出てますね SNS では、うん、もうすでに。まあ、オリックスでもいいよね。オリックスか、うんうん、じゃあファー
ーストしか守れない。いや、 DH ができるからね。あ、 DH とファーストっていう、うん、セ・リーグだったらもうファーストしか守れない。まあまあそうだね。まあでもそれだったら阪神とかね。阪神もあのファンがバースの再来というふうにコメントしていて、うん、いや笑うけどね、ハマったら行くかもわからんよ。そうか。だからこれはファーストの大山選手次第。ラッキーゾーンがあったけどね、うん、バースの時はね、はい、まあ、だけど風の関係も変わってきてるから、うん、本当にホームランも打つだろうしね、まあ、大山次第ではそうですねっていうことも考えられるよね。そうですよね、うん、あとはあの中日ファンからはうちどうですかっていうのも上がってます、声が。まあ可能性はあるよね、うん、あとカーブファンからもファーストいや人気になると思うよこれ今まだ他の球団が乗り出してないっていうのは一応あの契約上というかあれば保有権というのは横浜にまあ11月いっぱいあるんじゃないかなと思うんだよね、うん、だからおそらく1年契約で来てると思うんだけども、はい、うーん、だから11月いっぱいまであって12月1月っていうのは交渉の期間に当ててるはずだろうから、はい、そこら辺で何らかの動きがあったりとか、うんうんうん、するような気はするよね。そうですよね、うん、今挙げた名前の球団は行きそうな本当に感じはありますかね。まあ FA の関係でね、補強がうまくいかないチームっていうのは必ず行くよね、多分ね、うん、そうですよね、うん、あの本当に他の外国人アメリカ行ってとか市場に行って見に来るよりは確実に打つよ、はい、ですよね。もう今年でそれ分かりましたもんね、うん、見ててもフォードは打つ、フォードは打つ、格言みたいに言ってましたね、フォードは打つ。で、そうなってくるともう一人、はい、ちょっとビシエド選手、元中日の全くその情報が入ってこないんですよね、うん、どこの球団に。だからまあ各球団、うん、FA とか外国人とか、はい、今必死にあの取りに行ってると思うんだよね、うん、それが決まってからうまくいってないなというチームがこう動き出すのかなという感じがする。ああ、ビシエドの場合は慌てなくても、はい、あの日本人枠で取れるから、はい、だからそんなに慌ててはないと思うんだよね、うん、他のチームは、うん、まあ、ひとたび声をかけておいて、まあ、外国人だったら、まあ、こういう補強ができたらいらないけどできない時にはお願いねっていう風な言い方しても多分大丈夫だと思うんだよ、はい、もう本当にビジネスで考えられる、うん、外国人だから、はい、だからそれは OK だと、うん、だからその時には連絡くれとか、あ、まあ、そういうことはやってると思うんだよね。だから慌てなくてもね、その補強が落ち着いてうまくいってるところ、うまくいってないところ、うん、うまくいってないところがビシエドに声かける可能性はまああると思うよ、数球団。例えば第一希望はフォード選手なんだけれども、うん、ちょっと並行してビシエド選手もこう探っていて、フォード選手もやったらもう完璧にこうビシエド選手にもう乗っかろうっていう球団もあるんですか、ね、まあまああるだろうな、うん、それはもう両天秤にかけたりだとか、はい、今いろいろしてるよね、うん、まあ、両方取ろうと思ってる球団もあるかもわからないし、ね、両取りですね、うん、それは。でも新鮮なところでやっぱフォードだろうな。そうですね、フォード選手もしそのベイスターズじゃなくて他の球団ってなると、他の球団はもちろんレギュラーでスタメンでファーストっていうところで使おうっていう、フォードはね、フォード選手はっていうことですかね、うん、そうだよね、うん、いやそりゃそうでしょ。そうですよね、打ってもあれは打つから代打にしておくにはもったいないですよね。代打にしてあれだけの対応力を見せてくれるんだから、うん、それはやっぱシーズン通して使ったら普通の主力ぐらいの成績は絶対上げてくれると思うよ。そうか、うん、でも今年特に海外から情報が日本に逆輸入のような形で入ってくることがすごい多いですよね。いやいや、だから日本の、うん、あの市場も見てるし、はい、でどういう風な外国人が行ってるのとか、うんうん、でどういう評価を得てるかとか、はい、それはやっぱりやってるよね。そうか、あとそれは俺らがジャッジを知ってたりだとかさ、あ、ね、はい、フリーマンを知ってたりだとかさ、うん、するのと同じだよ。そうか、でなおかつ山本由伸が何勝したとか大谷、うん、ダルビッシュとか、うん、まあいろいろいるけどもそういう成績もついてくる、はい、じゃあ彼らはどういう評価をアメリカでされてるのかっていうのは、うん、やっぱ俺らも気になるし、うん、だから逆バージョンだよねそれは。あ、そういうこと。いやだから向こうもやっぱり日本っていうのは豊かな市場を持ってるっていうのを見てるんだよね、うん、その中に我々の言ってる外国人はどうだったかなっていうのを見てると、うんうん、やっぱ報道っていうのに引っかかって、あ、報道って日本で人気になってるなっていうのが分かるんだろうね。
あとは例えば今回の佐々木朗希投手の話にしても、はい、日本から情報はあんまり出なくて、その海外からの情報でどん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 佐々木朗希投手断念するらしい、いやドジャースが行くらしいとか、全部海外から話が漏れてるというか来たり、このフォード選手も海外のライターが4球ぐらい、いやそれは漏れてるよね。だってさ、おそらく佐々木朗希側はそっちのチームとしか話はしてなかったんですよ。そうかそうか、だからそっちからの方がいろんな情報が、うん、そうだろうな。でフォード選手も向こうのライターが、いやなんか日本のチーム4球団ぐらい獲得いきそうだよっていうのが向こうから逆輸入の形で入ってくるってことは、例えば代理人の方であったり、そっちの人が、まあ、でもそれだけ人気があるんだったら、うんうん、アメリカの市場でもできるんじゃないかっていう、まあ裏があるのかもわからないよね。そうかそうか、うん、それだけやっぱ、うん、やっぱ日本の見る目っていうのは、うん、確かなものがあると思うんだよね、うん、まあ、あの先見の明があるというかさ、はい、だから報道に目をつける球団これはもう正しいしさ、はい、そしたらいやメジャーも選手少ないからね、うんうん、今ね、だからこれメジャーに連れ戻した方がいいんじゃないのかとか、そういうことになってるんだと思う。いやだからそのフォード選手の価値も上がるし、いや上がってると思う、代理人の方の入る契約金も上がるかもしれない、それによって、もちろんもちろん、もうそういうのあるんですね、駆け引き。いやまあ多分駆け引きをしてると思うよ。そういうことなんですね、うん、でも駆け引きする前にフォードは打つって言っとくよ。そうですね、いやいや、これはもう確実な情報で、いやまあ確実は俺が本当正しいかどうかは分からないけど、はい、やっぱあの外国人はそのバースって言ってみんなくすって笑うかも分からないけども、うん、バースだって1年目ってそうだ、そんなに打てなかったからね、はい、2年目からだからね、うん、ね、だからそのぐらい その存在感というのは出してくるかもわからないよ。そうですよね、うん、その片鱗を今年も見たわけですから。あそうだね、うん、片鱗見たかな。いや俺には見えてたけどね。いやあのあ打ったと思って代打でも、まあ、それは打つよお前バート持ってんだから。最近何もせずに帰っていってしまう悲しい外国人もいる中で、まあそうだね、でも帰ってよかったからな。あ巨人は ね、小戸和選手、そうでしたね、そういうパターンもあるのか。そうだよ、はい、そう考えるともしかするとこのフォード選手は、ね、今シーズンオフもしかすると11月末まで契約があって12月1日から契約ができる、交渉ができる、ね、っていうことになると、まあ、まずは DeNA が、ね、どう考えるかだよね。そこですね、うん、それ次第で他球団がわっと争奪戦に行く、まあ、1年契約でやっぱフォードがいやもう結構ですと、うん、ファーム暮らしはいいと、うん、いうふうになってくるとやっぱ展開が大きく変わってくるだろうな考えると、今年は移動が多そうですね。多いかもな。活発ですね、はい。はい。